日野まさらです。今現在は、人の幸せの瞬間結婚式のお手伝いをするウェディングプランナーをさせていただいております。ミス ID に応募したきっかけは自分の常識をぶっ壊してやろうと思いまして応募させていただきました。拾っていただきありがとうございます。特技なんですけれども極真空手を11年間習っておりまして、今日はそのシャドースパーリングを披露したいと思います。相手がいないのでちょっとシュールになっちゃうかもしれないんですけどよろしくお願いします。精一杯頑張りたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。おっす。ありがとうございました。ちなみに、からっての極真は松井派？もともと松井派で、石川県で、浜井派と松井派に二流になりまして、石川県支部だったので、松井派から浜井派の方におりまして、中国などを遠征行かせていただきました。息切れが昨日とかも空手の人いたんですけどやっぱり違いますね。あ、本当ですか。昨日は明らかにあの寸止め流派だなという感じの方でした。いや、あのフルコンタクト空手なので打たれ強いかなとは思って多分メンタルは人一倍強いと思うのでストレスをストレスと感じないところも特技かなと思います。はい、好きな空手がありますか。好きな空手か大山マスターズですピンクやってある。知らない心さんのツイートを見てアイドルとして見てたんです。それとも最初はすごい可愛いなと思ってあの好きな洋服のブランドの写真に写ってらっしゃってそれを拝見させていただいて可愛いなっていうところから勝手に追っかけさせていただきまして。はい、実際に近いも知らないところを通じてそうです、はい。じゃあ別にアイドルとかを見てたわけではないですね。ではないですね。ただこうなんとなくこう社会人になってなんとなくな人生を過ごしてこのまま終わるのかなって考えた時に人生はやっぱり一度きりだからここか一つ自分の中でチャレンジできるところが欲しいなと思って応募させていただきました。